メッサーシュミット目210、410目 210A-1 メッサーシュミット目210は第二次世界大戦前にドイツで開発された総発プロペラの銃戦闘機である。その大幅改良型が目410である。目210は BF-110 の後継機として開発された駆逐戦闘機で BF-110 と同じく総発2人乗りである。しかし、目210は 失敗策であった。本機の大幅回収型に目 e 4 1 0と目 e 3 1 0がある。目 e 3 1 0は試作段階で開発が中止され、目 e 4 1 0が実戦配備された。目 e 4 1 0は当初は BF110 を上回る性能を発揮し、連合国爆撃機の迎撃に活躍した。後期になると敵爆撃機を護衛する単発戦闘機の高性能化によって、 活躍の場を失い、その後は本来の戦闘機としての任務よりも、航続距離の長さを活かした偵察機や戦闘爆撃機として A 本土に対するゲリラ的な夜間爆撃などの任務に活躍した。ドイツ航空省は1937年 BF-110 の全生産型 A-0 型が完成したばかりにもかかわらず、 BF-110 よりも長い航続距離を持つ戦闘機で、さらに高性能な機体を求めた開発計画を発足した。それは、戦闘機としての能力に加えて、偵察、急降下爆撃にも使用でき、遠隔操作できる、後方機銃2丁を装備するものであった。その要求に対するメッサーシュミット社の回答が、目210であった。210は1938年に設計が、 開始され、機種仮面に、最大1 0 0 0ラムまでの爆弾や、偵察機器など、各種装備を収容できる、要兵装米を設けるなど、多用途性のための斬新な設計がなされていた。武装は、機種に、MG151、2 0メ、mm、ートル機関砲2門と m g 1 7 7 9 2ト、mm、ル機関12丁、胴体の両側面に、遠隔操作式の m g 1 3 1 1 3トル ウィリー・メッサー・シュミット博士とナチス党との政治的関係と BEF-110 の成功もあり、原型機が完成する前にドイツ空軍から戦機の発注がなされて、試作機はドイツ軍がポーランドへ進行した直後の1939年9月に初飛行した。だが、目210の機体設計に根本的な欠陥があることが原型機によるテスト中に判明する。 テーパーの強い高翼面荷重の主翼と軽量化のため、短くされた胴体の目210は操縦性が非常に悪く、安定性も不良で、しかも飛行中にスピン状態に陥りやすいという致命的欠陥を持っていた。バトル・オブ・ブリテンで BF-110 の性能不足が明らかになると軍は後継機を強く欲した。そのため、目210に 根本的な欠陥があることが分かっていたにもかかわらず、量産が強行され、1941年末から量産型が東部戦線に送られた。生産中にも、メスサーシミット社では目210の改良を続けたが、小手先の手直しでは問題点は改善せず、前線部隊ではトラブルが続出したため、生産総数約350機で1942年4月に、 発注算はすべてキャンセルされて生産中止となり、代わって BF-110 の生産ラインが再開された。ことの重大さからメッサー・シミット博士は軍事裁判にかけられたが、それまでの功績とナチス上層部の取り計らいにより有罪にはならなかった。急遽、目210の機体をベースに新たな戦闘機目310と目410を開発することになり、 このうち、胴体と主翼を再設計し、より馬力が向上したエンジンを搭載した ME410 が改良型として生産されることになった。ME410 では ME210 で問題であった、操縦性とスピン傾向が改善され、最大速度や上昇性能も大幅に改善した。もともとは重戦闘機として開発された ME410 だが、空軍では当初、 高速爆撃機として1943年5月から本機を部隊配備し、目210の設計から受け継いだ、機種仮面の兵装米に爆弾を積む他に主翼にも爆弾を喧嘩して活動した。また、兵装米に偵察用カメラを設置した。1943年1月、同盟国の日本に対して研究用に1機の目 210A-1 が輸出された。 同期は、川崎航空機赤子工場で組み立てられ、日本陸軍による審査が行われたが、実用性が、さほど評価されずライセンス生産には至らなかった。試験中に、足支柱とエンジン化を破損し、その後は川崎の研究機材として用いられた。ありがとうございます。